文子のの足谷崎純一郎前回の続きからです。ねえご隠居さん僕はさっき反対をしましたけれどご隠居さんがこの方にこういう姿勢をとれとおっしゃったのは確かに一理あることですよ。 こういう姿勢を取ると、この方の足の美しさがいかなく現れますからね。ご遠距さんも、まんざら絵のことがわからないとは言われません。いや、ありがとうがす。宇野さんがそう言ってくれると、私はまことに嬉しい。何ね、西洋のことは知らないが、日本の女だって昔はみんな足の綺麗なのを自慢にしたものさ。 だからご覧なさい、休幕時代の芸者なんてものは足を見せたさに眼中だって決して旅を履かなかったそれがいなせでいいと言ってお客が喜んだもんなんだが今の芸者は雑誌家出るのに足袋を履いてくるんだから全く昔とあべこべさねもっともこの頃の女は足が汚いから旅を脱げったって脱ぐわけにはいきますまいよ それで私はこのおふみの足が珍しくきれいだからどんな時でも決して足袋を履かないようにって固く言いつけてあるんだがねこう言ってんきょは恐烈らしくあごをしゃくってやに下がりましたその心持ちがう野さんに分かってくれりゃ私は何も言うことはごあせん絵のできばえが悪くたってそんなことはかまやしない だからね、もし面倒だったら余計なところは書かなくてもいいんだからあの足のところだけ丁寧に写しておくんなさいしまいには図に乗ってこんなことを言うのでした普通の人なら顔だけ書いてくれるというのが当たり前だのに隠居は足だけを書いてくれるというのです彼が僕と同じ病を持った人間であることは もうその一言で疑う余地はありませんでした。僕はその後、ほとんど毎日のように隠居のもとへ通いました。学校にいてもおふみさんの足の形が、四十目の先にちらちらして、仕事がまるで手につきません。そうかと言って、隠居のところへ行っても、頼まれた仕事に精を出すわけではなく、 絵の方はいい加減にごまかしておふみさんの足を眺めては隠居と2人で賛美の言葉を交換しつつ時を過ごすのです隠居の病壁をよく飲み込んでいるらしいおふみさんは退屈なモデルの役を務めながら時々嫌な顔をすることもありましたけれどまあ大概は黙って2人の言葉を聞き流していました。 モデルといっても書かれるためのモデルではなく吉街じみた老人と青年との四つ目から浴びせられる惚れ惚れとした視線当人になってみれば随分気味の悪い視線の的となって崇拝されるためのモデルなのですからおふみさんの立場はかなり奇妙なものであったと言わなければなりません。 こうなってくるとなまじ美しい足を持って生まれたのがとんだ迷惑だったでしょう。一通りの女ならこんなバカバカしい役目はごめんこうむるところでしょうがそこは利口者のおふみさんのことゆえおとなしく老人のおもちゃになってしらばくれているのでした。おもちゃになるとは言ってもただ素足を見せて拝ましてやりさえすれば。 それで相手は気が遠くなるほど喜んでいるのですから心の持ちようによってはこんな優しい役目はないのです隠居と僕との交際に遠慮がなくなっていくにつれて隠居はだんだんその病壁を露骨にさらけ出すようになりました僕は一種の好奇心から老人をそこへ引き込むようにとことさらにし向けていったのでした そうするためにはもちろん僕の方からも進んで自分の浅ましい性質を打ち明けることが必要でしたが僕はむしろ必要以上に誇張され醜くされた過去の経験を物語って隠居の頭からできるだけ周知の観念を取り除くように努めました。今考えてみると、 その時の僕は他人の秘密を知りたいという単純な好奇心のみからではなくもっと胸の奥深くに潜んでいる意味がたい欲求に駆られていたのかもしれません僕は隠居と道連れになって相きいて忌まわしい感情の底を探ろうとかかっていたのかもわかりません僕の打ち明け話を聞くと隠居はひどく同感して それに似たような彼自身の経験を包むところなく話してしまいました。子供の時から64歳になるまでの長い間の経験は、滑稽と宗悪と奇抜との点において、僕のよりもはるかに豊富な材料に満ちていたのです。それをいちいちここに書き記すのは大変ですから、残らず省くことにしてしまいましょう。 ただその奇抜さの一例を挙げると隠居がモデル台の代わりに使った竹の縁台は今度のことで初めて座敷の真ん中へ持ち出されたのではなく彼は前からしばしば密閉した部屋のうちでその縁台におふみさんを腰掛けさせ自分は犬の真似をして彼女の足にじゃれついたことがあるのだそうです。 おふみさんから旦那としての取り扱いを受けるよりもそういう真似をする方がはるかに愉快を感じるのだと隠居は言いましたちょうどその年の3月の末に隠居は本当に隠居の手続きをして七夜の店を娘夫婦に譲り渡し七里ヶ浜の別荘の方へ引き移ったのでした表向きの理由は、 糖尿病と肺結核とがだんだん重くなってくるので転地をしなければいけないという医者の勧告によったのですが実は世間の人目を避けておふみさんと誰彼はばからずふざけ散らして暮らしたかったのでしょう。しかし別荘の方へ移ると間もなく隠居の病性はいよいよ更新してきたので。 表向きのの理理由由はやがてて実際の理由らしししくなっままいました。病気に対してはかなり気の強い人で糖尿病だというのに大酒をあおったりするのですから悪くなるのは当たり前でしたそれに糖尿病よりは肺病の方が日増しに心配な状態になり夕方になると389度の熱が毎日続くようになりました 以前から少しずつ痩せ始めていた体は急にげっそり衰えて半月ばかりの間に見違えるほどやつれてしまいおふみさんとふざけ散らすところの騒ぎではなくなってきたのです別荘は海を見渡す山の中腹に立っていて南向きの日当たりのいい十条の広間が主人の部屋に当てられていましたが 明るい縁側の方を枕にして隠居は床についたきり三度の食事の時よりほかには起き上がる気力もないというふうでした折々白血をした後などには真っ青な額を天井の方に向けてじっと死んだように目をつむったまま既に覚悟を決めているらしい様子が見えました 鎌倉の丸病院の S という医学士が一日おきに診察に来てくれて「どうも容態が面白くないこれで熱が下がらなければ損害早いかもしれないしそれでなくても1年とはもたないだろう」とおふみさんにそっと注意を与えるような始末でした「病生が募るにつれて老人は次第に気難しくなり」 食事の際などに料理に味の付け方が悪いと言っては駒使いのさだを捕まえてしばしば筆席を言いました「こんな甘っとりものが食えると思うかい手前は俺を病人だと思ってバカにして嫌がる」こう言ってしわがれた苦しそうな声で口汚く罵っては「塩が効きすぎたのみりんが入りすぎたのと」と 持ち前の通を振り回していろいろの難題を言いかけるのですがもともと体の具合で人の感覚が変わってしまったのですからいくらうまいものを食べさせたって病人の気に入るはずはありませんそうなると隠居はいよいよ勘を高ぶらせて三度三度長田を叱り飛ばしますまたそんなわからないことを言っているんだね 食い物がまずいのは、おさだのせいじゃありゃしない。自分の口が変わっているんじゃないか。病人のくせに勝手なことばかり言っているよ。おさだや構わないから売っちゃっておきい。そんなにまずいなら食べないがいい。あまり隠居が焦ってくると、おふみさんはいつもこう言って怒鳴りつけました。彼女に怒鳴りつけられると、ちょうどなめくじが、 をぶっかけられたごとく老人はスーッと消えてしまいそうに目を塞いでおとなしくなりますそんな時のふみさんはまるで猛獣使いがたけりだしたトラやライオンを扱うような具合なのでそばで見ているものはハラハラせずにはいられませんでしたわがままで手のつけられない老人に対して いつの間にやらこれほどの権威を振るうようになっていたおふみさんはその頃時々病人を置き去りにしたまま別荘を開けてどこへ姿を消すのだか半日も一日も帰ってこないことがありました「ちょいと私買い物がてら東京まで行ってくるわ」「こんなことを独り言のように言って隠居がいいとも悪いとも言わないのに」 かまわずせっせと支度をして買い物に行くにしてはお化粧や身なりに恐ろしく念を入れてブイッと出て行ってしまうのですおふみさんのこの乱行そうですそれは乱行に違いなかったのです隠居が死ぬとほどなく彼女は少なからぬ遺産の手に入れて旧俳優の T と結婚しましたがおそらくあの自分から 人目を忍んでその男に会っていたのでしょう。は随分傍若無人なものでしたけれど、本家や親類の人たちは、もうその前から隠居の地上に愛想を尽かしていたのですから、誰も何とも言うものはなかったのです。今日、明日をも測れぬ病の床に伏しているこの老人が、今となって薄情なめかけから虐待される運命に陥ったのも、 自業自得だから仕方がないとそういうふうに親類の人たちは考えていたのでしょう。それにまたおふみさんの身になれば今の若さにあれだけの気量を持ちながら骸骨に等しい老人のそばにばかりいて毎日毎日単調な海の色を眺めつつ日を暮らすのは全く気がくさくさしたに違いありません。 初めから愛情などというものはみじんもなかったのですし、絞り取るだけのものは絞り取ってしまったし、隠居が親類から見放されて、身動きのならない大病にかかったのを幸いに、もういい自分だと見切りをつけて、老人の死ぬのを待ちきれずにそろそろ本性を表してきたのでした。 そんなわけでおふみさんはいつかにいっぺんぐらい必ず消えたなくなりましたが、そういう日に限って病人は特に機嫌が悪かったのです。おふみさんは何か言われるとひとたまりもなく縮み上がって、猫のようにおとなしくなるくせに、彼女の姿が見えなくなるや否や、ムラムラと感触を起こして女中に当たれ散らします。 が当たり散らしている最中にでもおふみさんの帰ってくる下駄の音が聞こえたりすると隠居は急に失跡を止めて知らん顔で寝たふりをしてしまいます。その態度の変わり方があまり不思議なので女中のおさだも吹き出さずにはいられなかったそうです。